はい、こんにちは。今回はタイソンや井上選手など長打者たちの1ラウンド KO の試合を集めました。前世紀のマイク・タイソンは爆発的な破壊力を持ったボクサーで KO の山を築きました。身長は178センチと小柄なので、相手のパンチをガードに頼らずボディーワークでかわす鉄壁の防御技術をカス玉との下で徹底的に練習しました。体操の試合で圧巻だったのはマイケル・スピンクスとの全勝対決の一戦です。マイケル・スピンクスはライトヘビー級では WBA、WBC、IBF の3団体の統一王者で、ヘビー級に上げても7年もの長期政権を築いたラリー・ホームズを破って IBF 世界王者になったのです。しかし全勝の2階級王者ですら全盛期のタイソンの前ではあまりにも無力でした。統一ヘビー級王者マイク・タイソンは1989年7月、長身のボクサータイプカール・ウィリアムスと戦いました。タイソンはマイケル・スピンクス戦後、マネージャーやトレーナーと決別し、私生活でも離婚問題や路上での喧嘩が発生し、この頃からボクシングが狂っていくのでした。しかしタイソンはこの試合では初回、挑戦者の左ジャブをかわした直後に強烈な左フックを叩きつけダウンを奪いました。スーパーフライ級から階級を上げた井上尚弥選手は WBA 世界バンタム級王者ジェイミー・マクドネルに挑戦いたしました。長身のマクドネルは身長が175センチで懐が深く、10年以上負けていないことで井上選手が苦戦するかもしれないといった予想もありました。しかし井上選手はこの予想をあっさりと裏切り、難なく中に入り左ボディーブローでダウンを奪いました。起き上がった王者に井上選手は襲いかかり、左右の強打を放ち、バンタム級でのデビュー戦は1ラウンド KO で飾りました。ワールドボクシングスーパーシリーズバンタム級1回戦で井上選手はファン・カルロス・パヤノと対戦いたしました。井上選手はジャブの攻防で距離をつかみ、左から踏み込んで右ストレートを内側からヒットさせ、一発で試合を終焉させました。
37戦全勝、34KO という戦績を誇るジョージ・フォアマンは、WBA、WBC、世界統一ヘビー級タイトルマッチに挑戦いたしました。世界王者ジョー・フレイジャーも、29戦全勝、25KO の戦績で、当時最強と言われておりましたが、フォアマンは王者から1ラウンドに3度、2ラウンドにも3度のダウンを奪い、2ラウンド TKO 勝ちで王座を奪取いたしました。フォアマンは初防衛戦にホセ・ローマンを迎え、日本武道館で戦いました。大柄のフォアマンは挑戦者ローマンを圧倒し、コーナーに詰めて左右のフックをブンブン振り回し、ゾウも倒すと言われたパンチがわずかに当たり、ローマンはしゃがみ込みます。再会後、怯えたローマンに右アッパーを炸裂させ、ローマンは吹っ飛ぶようにダウンいたしました。ローマンはよく起き上がりましたが、王者フォアマンはゴーダをものすごい角度で振り回し、右パンチがローマンに炸裂すると、ローマンは崩れ落ち失神いたしました。輪島浩一選手は元オリンピック銀メダリストのテクニシャンカルメロ・ボッシュから奪取した世界王座の初防衛戦にドメニコ・チベリアを迎えました。挑戦者チベリアは輪島選手同様ずんぐりした体格で、なおかつ首が太く、90センチ角のキャリアでダウンをしたことがないタフなボクサーでした。輪島選手はタフなチベリア相手に初回から突進し、左右のフックを振るいダウンを奪いました。起き上がったチベリアを輪島選手は追いかけて、左右のパンチを休まずに放ち、ロープギアに追い詰めてエンドレスの連打を振るいますが、輪島選手は相手をよく見ながら一発一発丁寧に当たる箇所を探しながらパンチを振るい、挑戦者をロープの外に叩き出しました。柴田邦明選手はメキシコの英雄ビセンテ・ファルディバルから奪った WBC 世界フェザー級王座の初防衛戦にラウル・クルスを迎えました。多彩なパンチを顔面とボディに打ち分ける柴田選手は、速いコンビネーションパンチと攻防一体のボクシングで観客を魅了いたしました。試合は両者ジャブを主体とした静かな立ち上がりでしたが、ラウンド後半に柴田選手が抜群のタイミングで右をヒットさせ、ダメージを負ったクルスをコーナーに追い詰めて連打を叩き込みました。クルスは王者柴田選手の攻撃をよく避けていましたが、王者の強烈な右アッパーが炸裂し、クルスは失神いたしました。15試合連続 KO 勝ちの日本記録保持者である浜田剛選手は、
WBC 世界スーパーライト級王者レネ・アルデロンドに挑戦いたしました。浜田選手はパンチが強すぎて4度も拳を骨折いたしましたが、その怪我を乗り越え世界挑戦にたどり着きましたが、王者アルデロンドは37勝35 KO 2敗ととても危険な相手でした。試合は浜田選手が意を決して初回から全力でぶつかり、真っ向勝負の打ち合いを挑みました。そして1ラウンドの終了間際、浜田選手の右がカウンターで決まると、アルデロンドは腰を落とし、浜田選手が左右の連打で追い打ちをかけました。